オレコレネオンドバンド干し肉大好き。今日はですね、皆さんこれ覚えてますでしょうか。昨年の12月に仕込んだ、ゾンビ肉でございます。これね、これ今ちょっと出してみましょうか。お、こんな感じですね。牛なのか豚なのか、まあ牛なんでしょうね。ほんのり緑色のオーラをまとってますね。オーラがすごい。緑色のオーラが。緑色のオーラなんで、あれ、風使いですかね。大地の自然のオーラが、ついてますね。これを干していたところ、洗濯機の上に干してたら、マーリスが、もう邪魔だ。邪魔なのよ、これ、いつも。洗濯機に何も置けなくなるし、って言われてクレームが来たんで、いやいや、干してるんだよ。もう何これ、捨ててって言われて。でもマリコちゃんが食うかもしれないじゃん。もういいから捨ててっていうことなんで、まあ今回本当は1年以上置きたかったんですけど、半端な8ヶ月ぐらいで、まあ、捨てることにしよう。でも捨てるのもったいないんでちゃんと食べましょう。このね、オーラをまとった8ヶ月ものジュグリですね。見るだけでジュグリですね。いただきます。あ、これ無味無臭なんですね。全然匂いしないですもん。でもやっぱジュロリですね。いただきます。あ、油がぐちゅって出てきました。なんか白い油がぶちゅって出てきましたね。美味しそうですね。なんだろう、ドライ肉の割にはあの油が夏でちょっと融解してますね。風味がすごい。肉の風味がやっぱふわんと出てきますね。食える。なんか総じてうまくない。